おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックナイスインフォメーションをお届けしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は3月は6日水曜日ですね。今日明日はですね、東京を離れて、本職のですね、研修講師として地方に行きますので、今日朝一番ですね、雨ですので環境バックに動画撮りませんが、過去のリバイバルで、申し訳ありませんが、私たちはですね、戦後宗教を一定の宗教を政府がですね押したりしてきた過去の歴史からですね、宗教は非常に忌み嫌う文化があります。私はそうはいいと思いますよ。いろんな宗教をですね、人生の糧にするのは非常にいいことだと思いますので、宗教をですね、なんか一つの宗教に取り込まれないで、あらゆる宗教をですね、人生のロマンの学びだと思って勉強しています。皆様にもですね、宗教をロマンとしてですね、学んだらいかがでしょうかというご提案をいたします。と嫌だなと思う人がいるかもしれません。宗教の話をしたいと思います。私はですね、20代から学生時代からですね、宗教をロマンとかですね、哲学とか、実践に哲学として勉強してきてます。じゃあどういう宗教かというとですね、今はですね、比叡山の宗教とか真言宗とか日蓮宗とか、あるいは今三大現代宗教ありますが、幸福の科学とか、統一教会、問題の統一教会とかですね、あるいは創価学会とかありますけれども、私は全ての宗教をですね、否定しません。考え方によっては全部正しいんだと思いますし、考え方によっては全部一長一短だと思いますが、いいとこ取りすればいいんであって、私は親鸞の思想とかですね、日蓮の思想とか、そういうですね、偉いお坊さんたちの思想を老後の趣味として勉強したいと思います。ロマンとして、あるいはですね、実践哲学として、ベースはですね、科学的な見地から勉強したいなと思ってます。はい、最後になりますが、皆さん聞いたことあると思いますが、色即是空、空即是色という言葉がありますが、このですね、言葉を私なりにですね、ネットとか、Google とか YouTube とかいろいろと見てですね、自分なりに勉強してですね、皆様に分かりやすくフィードバックしたいと思います。色即是空、空即是色、大体何を言ってるかというとですね、こんな感じですね。私たちが自分たちの目でですね、見ているものほど真実を見損なっている。目を開けてしっかり見ろよという言葉ありますが、見ているものほど間違って見てる。本当のことを見てない。じっと目をつむってですね、黙想してみるとですね、かえってものを見てないのに真実が見えてくるなという実感を私は持ってます。というのは、私はですね、瞑想の趣味を持ってますので、野山にですね行ってですね、御座敷でヨガマットですけれども、瞑想を30分ぐらいするんですよね。あれ違ってたな、見ているよう
で見てないものが発見されます。はい、明日からですね、自分なりに勉強して皆様にフィードバックします。四季、即、税、空、空、即、税、四季って一体何なんだ。どの宗教も大体これを言ってます。これがですね、宗教の原理原則だと思いますので、はい、皆様とですね、科学として宗教を、ロマンとして宗教を一緒に勉強してみませんか。はい、今日は行徳は五麓神社の前からです。さようなら。